職業、魅力の供養費、魅力業者の墓職業魅力教法18年7月13日は、日本の宗教家。富士公の指導者、本名は、伊藤伊兵衛で、職業魅力は、行名。伊藤職業、魅力、伊藤職業とも、伊勢国一主軍三杉村川上出身。川上の聖火には、魅力の産湯があり、子孫により、石碑が建てられている。 元禄元年に、江戸で閣業の四世弟子である、富士行者が合業に、弟子入りし、油売りを営みながら、修行を積んだ。弥勒という名前は、釈迦が亡くなって五十六億七千万年後に、出現して、世直しをするという弥勒菩薩から取ったものであった。同時代の富士校指導者である、村上高生が資材を投げ打って荒廃していた、北口本宮、富士浅間神社を復興させる、 大事業を行うなどして、大名厚生と呼ばれたのに対して、職業ミロクは、貧しい庶民に共戦を広げ、古事記、ミロクと呼ばれた。教法18年6月10日、63歳の時、駒込の自宅を出発して、富士山7号5尺目にあるエボシガンで、児企業を行い、35日後にはそのまま入場した。ミロクの死後、枝子を認めていたこともあって、 ミルクの娘や門人によって次々と富士校は増え、江戸808校と呼ばれるまでになった。ミルクは海祖閣業と共に富士校の信者の数計を集めた。ミルクは救世主、競争的な存在として、現世に不満を抱く人々から熱狂的に迎え入れられ、新宗教団体としての富士校が誕生することとなった。 後にはあちこちに富士塚と呼ばれる小型の富士山が築かれ、実際に富士山に登らなくても富士登山の苦毒が得られるとされたのであった。弥勒の教えを受け継いだ各派富士校の一つに、弥勒の三女伊藤一校の系統を受け継いだ、武蔵国に足立郡鳩ヶ谷の大谷三氏の富士堂があり、京派神道の実行教となって、京に至っている。また、葬儀教丸山教。 各派不事項に魅力の教えは、現在も受け継がれている。東京都文京区の改造寺に墓所があり、区の指定文化財に指定されている。魅力は、呪術による家事祈禱を否定し、正直と慈悲をもって、勤労に励むことを信仰の原点とした。また、米を真の菩薩と称し、最も大切にすべきものと説いた。恩明思想から来る男女の和合や、 身分差別を認めた上での市民の協調と和合、さらには、世のお振り変わりという世直しにつながる考えなど、封建社会を生きる上での独自の倫理観を持っていた。弥勒の教えはその後の富士校の流行を生み、庶民が徒党を組むことを嫌った江戸幕府から、たびたび禁止令を受けたが、その教えは、江戸庶民の間に根強く広がった。国家に及ぼす宗教の外読日高慶彦 大道館、書店、1920派、新東京ソ連、霊元気髄、西川光次郎著、文京区指定文化財データベース、富士の研究三富士の信仰は様神社編、古今書院、1929p109? 富士の研究三富士の信仰は様神社編、古今書院、1929p113? 富士吉田市歴史民俗博物館観光図書企画展、図録職業、魅力の貴重な資料を富士高信者に公表、富士吉田市歴史民俗博物館の企画展、2月1日まで、公開延長山梨日日新聞、2009年1月17日。ありがとうございます。